それでは続きましていきましょうか。はい、スウェーデンフューチャーサポーテッドバイ人形の堀川、です。はい、うん、今日はまず U14 と U15 と U14 のリーグ戦の結果からお伝えしたいと思います。はい、U15 リーグ戦第15節エスポワール白山戦は1対4で勝利。1対4、1-0、1-0やね、1-0、1対4で勝利。びっくりしましたね。すごい試合しちゃった。1対0で勝利です。はい、1対0で勝利です。はい、U14 リーグ戦第10節ビークス市川戦は3対0で勝利。もう分かんなくなっちゃった。3対0で勝利しました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。なんで1対4 でこう出たんかなと思って今ずっと考えてたんですけど、次が U14 やったら4が目に入ってね。はい、そうです、うん、多分ね、はい、ちゃんとフォロー、これでフォローよろしいでしょうか。お願いします。ありがとうございました。はい、さあ、はい、そして、まあ、各年代のリーグ戦の次節なんですけども、うん、ご覧の通りになっております。はい、ちょっと日にち空くんですよね。そうなんですよ。まあ、あのこの時期サッカーやっちゃいかんよ、うん、本当、はい、熱中症とかもありますからね。昨日小松39度越したんですからね、うん、やばい。マジっすか。ちょっとやばいっすから、うんうんうん、さあこのようになっております。だから今はこの暑い中練習にはね忙しんでるわけですけれども、うんうん、あのくれぐれも選手の皆さんも、はい、指導者の皆さんもやっぱり熱中症にはお気をつけください、うん、お願いします。はい、さあそして各年代のリーグ戦しばらくお休みですけども、いろんな大会があるんですよね。そうなんですよ。まず U18 が8月7日月曜日から石川県ユースサッカーフェスティバル、うん、和倉ユースが開催されます。すごいチーム来ますよこれ。はい、こちらなんと48チームはい48も、もうそんな増えたんですね。はい、そうなんですよ。こんだけたくさん出るんですけど、うん、と今ここの予選の対戦相手が、あの東高校学園って書いてあるんですけど、こちら東院学園で、あと、うん、帝京高校、うん、大津高校との予選をするというん、これは東高学園じゃなくて東院高校なんですね。はい、東院学園です。東高学園って今日準優勝しましたもんね、インターハイ。そうですね。そうですよね。はい、東院学園ですね。うん、学園ですね。はい、はい、ます。さあ、そして U15 の方は日本クラブユースサッカー選手権。はい、そうなんですよ。はい、こちら8月15日火曜日から開催されまして、うん、とガンバ大阪、はい、FC ラビーダ、サガン唐津との予選をするそうです。うん、はい、で続いて U14、8月18日金曜日から、うん、第2回ツェーゲンサマーカップ U14 が開催されます。ツェーゲンサマーカップです。はい、すごいね。そうなんです。最後に、ね、うんうんうん。最後に U13、8月7日月曜日から広島遠征に行くそうで、はいはい、ロアッソ熊本とか、うん、サンフレッツ広島とか、うん、サガン鳥栖とかなどと対戦するそうです。J リーグの下部組織との対戦だから、これはいい経験になるんじゃないですかね。うん、これ僕一緒に行きます。あ、そうなんですか。はい、すごい。運転手じゃないですよね。運転手もします。あ、マジですか。はい、すごい。中型持ってるんで。お、あ、そうなの。子供たち、はい、マイクロ。マイクロで。ちょっとあの贅沢なドライブやねこれは。全然贅沢じゃないですよ。広島まで行くんですか。そうです、作田コーチと。あ、元センターバックが。元センターバックでずっとバックしながら。やばいです、やばいです、危ない。ちょっと本当やわ、どんだけスタッフいないんですか。ね、そういう、あ、そういう言い方ダメですよ。ダメですか。はい、僕が経験したいから。あ、いいチームと、うん、そうそうそう、僕どこと対戦するか全然知らなかったんですよ。でも向こうに向こうに行ったらそのコーチとかも、はい、もとも昔知ってるとかっていう方もいたりとかするんじゃないですか。まあ、いるんじゃないですか ね、はい、まあ、そういう人たちと会えるのもまあ楽しみですけど、はい、そうですよね、はい、すごい。あ、広島行ったらあのお好み焼きも食べてきてくださいよ。食べる余裕あるんかな。余裕あるでしょ、食べてほしいです、ね、運転も頑張って、それはちょっと甘いオタフクソースバーっとたっぷりかけて、うん、広島焼きで、いや食べたい、美味しいよ。食べたいけど、はい、ダメ、そういうことに行くわけじゃないんで、はい、しっかり子供たちと、すごい、子供たちと触れ合いたい。子供たちを寝かしつけてから佐久田コーチと飲みに出るとかってなるほどなるほど、寝たぞっつって、はい、行くぞっていいな、はい、さあということでね、18は和倉ユース、はい、15は全国クラブユース選手権、うん、もう強豪と戦うということなんでね、はい、自分のこの力になると思いますので、うん、頑張ってください、うん、頑張ってください。そして最後に挑戦の目利きのお知らせよろしくお願いします。はい、ツェーゲン金沢のアカデミースクール BFC を応援する挑戦の目利きでは引き続き皆さんからのご支援を受け付けています、はい、
個人会員様は一口3,000円、法人会員様は一口10,000円です、うん、ご支援のほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ということでこのコーナーではアカデミー情報、スクール情報などをお伝えしていきますよ、うん、選手に熱い応援、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、つえげんフューチャーサポーテッドバイ人形の堀川でした。